豊前の国日本百名城、小倉城に来ています。今日はですね、お城入り口がいくつかあるんですけども、ここが見えているのはこれは八坂神社ですね。で、多門口っていうのがありますので、そこから、今日は入ってみたいと思います。あの天守側の方はまた別に移します。今日ちょっとあいにくの天気なんですけども、また晴れてる日の写真はですね、ペットビデオの方に載せます。あと小倉城はですね、あと夜景バージョンもありますので、そちらもご覧ください。ちょっとあのこちらは神社の入り口ということですけども、まあちょっと八坂神社結構大きいんでね、まあちょっと今この時期はあの年末ということもあって、ちょっといろいろ準備をしている状況でですね、人の出入りが多いんですけども、まあ、ちょっとこのお城の入り口っていう感じがね、なかなか分かりづらいんですけども、城郭、あのお城の建物なのかなって思っちゃいますよね。まあ、これなんか完全に櫓ですよね。はい、まあ、奥にあのちょっと今見えないんですけど、多門口の方から入るとですね、月見櫓というのが左にあって、でその先に、まあ、いきなり天守に上がるという形になりますよね。こちらあの紫川から引いた水をですね、こういう形で、あの、まあ、ここはですね、やっぱり一番は、まあ、天守は復興なんですけども、まあ、かなり立派であると。でちょっと作りも珍しいということと、あと櫓と、あと奥にあのちょっと今見えないですが庭園があるんですよね。あそこはあの係員の方が説明してくれますし、まあ、非常にあの分かりやすい、ところですので、一度見た方がいいと思います。はい、で、まあ、城郭結構広いですよね、勝山のお城。まあ、小倉の町自体はもうあの全部ですね、市街化区域になって、あのかなり大きな都市化が進んでますんで、まあ、例えばここですよね、神社の目の前に、リバーサイド、ここ昔からありますよね。まあ、こういう感じでですね、まあ、まずあのお城というか神社に入るような感じになりますけども、こちらから入ります。小倉城はですね、天守を見るとわかるんですけども、ちょっとあの威風というか南蛮風というか、そのような感じでですね、あそこに見えているのが櫓ですね。今日ちょっとまだ朝早い時間なんで、ここからですね、ちょっと神社の境内を突っ切るような感じになりますよね。ちょっとこういう天気なんで、ね、まあ八坂神社ですね。ここは年末年始は、特に年始はね、すごく人が来ますね。ここは案内室になってますね。お城の方はあの唐風っていうことでですね、ちょっと南蛮って言ったんですけども、ちょっと体が見づらいんですけど、まあ、あの割とですね、あ、今見えてるのは月見櫓ですね。ちょっと神社側からだと見づらいんですけどね、これが月見櫓、着見の方ですね。こういったあの堀とかすごくね、よく見た方がいいんですよね。皆さんあの天守の入り口のとこだけ見てね帰る方多いんですけども、まあ、周りがですね非常に、向こう側に駐車場あるんですけど、そっちの方も堀がですねすごいですね。これ月見櫓ですね。近すぎて見えないと感じですね。多門口ですね。多門櫓、まあ、建物今ここにはないんですけども、まあ、結構昔の感じが、都市化が進んだ小倉のこの大きな町の中にあるとは思えないような雰囲気ですよね。一瞬山城じゃないかって思うぐらいな感じのところですけども、こういう感じになってます。まあ、今もちろん公園として整備されてますんで、どなたでも訪れやすいですし、まあ、平山城ですからね、息を切らすこともなく、はい、こちらですね、月見櫓です。まあ、三層三重ですかね、三階というか、まあ、櫓といってもあのこれだけじゃなかったんですけどもね、今残っているのは一番大きな櫓ですね。まあ、春先なんかもね非常に賑わいのあるところですから、まあ、下の方からしか見たことない方はね、入り口まで来ないと分かりにくいんですけども、まあ、その先が、天守の入り口になりますよね。この辺もだいぶ整備されましたよね。まあ、かなり細
ほとんど毎年のように来てるんですけど、ね、やっぱりアスファルトも綺麗になってますし、ね、こうお土産屋さんになってる。はい、トラなんですね。トラッチャ。あ、これはもちろん小笠原家の家紋です。はい、朝ね、ちょっと今日はでも雨が上がって非常にいい感じです。やっぱり上地広いんですよね。そうですね、福岡城ともしかしたら変わらないんですかね、敷地面積とか。まあ、今町、さっき言った通り町がね、都市化されてしまってるんでちょっと分かりにくいところあるんですけど、あの周りのこう堀とか、もちろん市内にもですね、お城関係の町名とかそういったものが非常に残ってますんで、はあ、ちょっと今工事してるんですね。まあ、普段はこの建て看板ないですから、まあ、中にはもちろん入れますけど、やっぱりなんかかなり整備されてしまって、入り口もどこだか分かんないぐらいになってますよね。まあ、最近来た人はこの状況を知ってると思うんですけど、私はちょっと今年は来てなかったんで初めてなんで、こういう状況ですよね。まあ、唐風って言ってるのはこの上の部分ですよね。まあ、お城ファンの方なら、まあ、100名以上ですし一度は来たことあるかもしれないんですけど、まあ、結構その唐造りって呼ばれてる部分がね、見事というか特徴があるという形になりますね。まあ、こうなんですよね。こう下るとあのいつも見てるお城のところですよね。こういう感じですよね。まあ、色合いがちょっとあの天気があれなんですけど、ちょっと白っぽい感じなんですよね。入口の方からですよね。じゃあ入ってみます。おっと、工事中で入れないんですかね。そんなことはないか。ここを降りていくと、あの橋のところですよね。まあ、あまりここのお城はですね、近くで見るよりも割とこう、なんていうか、少し離れた感じで見た方が、今ちょっとあのずるして車道の方入って降りちゃったんですけども、向こう側の方が門の跡とかしっかり残ってますんで、こういった石垣もね、見事ですよね。あ、もちろん手を加えてる部分はあるんですけども、もともとあのこう、なんていうんですかね、川から水引っ張ってきて、本当にあの海上って言ったら変ですけど、海のお城みたいな感じにもちょっと思えますよね。あの潮の香りがすごいしてきますよね。まあ、門の方ですよね。こちらから見ると入り口から来てる方はね、逆コースになりますけどね。ちょっと今すみません、入り口が入れたのか入れなかったのかちょっと確認してないんですけど、ちょっと工事しててダメなんですかね。ここは大手門ですから、まあ、表口というか、どっちかというと、南側の方が表っていう感じになります。多門口の方が逆側、北側になりますよね。まあ、ここも上地がこういう感じで広いですよね。まあ、地元の方はもちろん、何度か来てる方は、あ、あそこだって思われてると思いますけど、庭園の方もね、ちょっと今もちろん時間外なんですけど、入るとすごくいいと思います。私も何度か入ってますけどね。こういう感じで、ね、小倉城庭園って周りの施設とセットになってますんで、まあ、小倉でゆっくり見たいという方はこの庭園はおすすめですね。続100名城スタンプ、散歩の場所もこういう感じで分かってるんですね。俗百なんですね。動物園、植物園、結構囲いがあるんで、なんか年末年始の関係でしょうかね、ちょっと分かんないですけど、と立ち入れない部分とか見えない部分が今回多いですね。こちらから、まあ、この見どころとしてはですね、こういった広い敷地、城郭、
まあ、櫓の数はちょっと少ないんですけども、まあ、石垣関係ですよね、まあ、そういったものは見れると。これ入れてるってことは多分結構長い工事なんでしょうね。ちょっと敷地から考えるとなんか建物の魅力向上事業ということでね、まあ昔を今にという感じならいいんですけども、平成31年ですか、結構長いですね。ああなるほど。まあおもてなしですよね。まあちょっと31年ですか、まあちょっとオリンピック、これちょっと夜景ですよね、写真ですけど、夜もすごい綺麗ですよ。ここは小倉は時間がある限りほとんど必ず宿泊してますよね。やっぱり夜景が見れて、こういった周りの史跡も見れてという感じになりますよね。はい。